クラシックがジャズだって、あんまり面白いかな、ファンレター振り始めの振り方が分かんないから、ワン・ツー・スリー・ワン・タラ、ボックスアートの巨匠の絵画のコレクション、うん、うざいんじゃないですか。本日は茂木大輔さんにいろいろと質問をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは茂木さんご自身について、はい、伺っていきたいと思います、はいはい。まずですね、お仕事の、どういうお仕事をされてきたかっていうのを、うん、始めたきっかけとかも含めて教えてください。始めたのはね、やっぱ高校のブラスで、うん、まあ、覚えやってたっていうことから、まあ、覚え専攻で音楽大学に行ったっていうあたりですかね、うん、もう遠い昔のことなんで忘れましたよね、ほとんどね。じゃあ中学じゃなくて高校から。そうなん、僕ね、しかも高校2年からの終わりぐらいから覚えになったんですけど、それも入って考えて始めたのは高校のブラスで、クラリネット最初やってて、うん、覚えは空きがなかったん で先輩が辞めてから覚えに変わって、はい、でそのまま覚え専攻で国立音楽大学行きまして、ただまずいことに、その音大の受験の時に僕のいとこが作曲家なんですけども、その人にいわゆるソルフェージュとかね、ピアノとか習ってたんですけども、なんかすごく影響を受けてですね、作曲やりたいなと思ったんですよね。で作曲家に行こうと思ったら、その人が、いや作曲やりたいんだったら作曲家行っちゃダメって言ったんですよ、うん、要するに金属しかやっちゃいけないことしかならないから、うん、自分の音楽作るんだったらやりたいことをやればいいんだから、金属を習ってもしょうがないとか言いまして、でも今にして思うと、その時にその18歳で和声とか対応とかやっとけば、今すごく随分違っただろうなと思うけど、まあでも彼の言ってることも素晴らしいことだったので、で覚え家に行って、でいい先輩がたくさんいらっしゃって、それでもう大学入ってすぐからもうお仕事プロの現場へ行くようになって、それでオーケストラと面白いなってなってですね、うん、で そしたら今度は作曲衝動の代わりに、今度はジャズ衝動がやってきて、山下洋輔っていうピアニストをの大ファンになって、追っかけになって、フリージャズを自分でもやるようになってとか、今度はジャズの方に行きたいと思って、だけどその仕事に行ってた新生日本交響楽団って、今東フィルと一体になってるんですけど、の先輩がオケに入れてくれたんですよ、うん、学生契約で、うん、で団員になって給料もらえるなんて、これはなかなか素晴らしいことだと思ってやってって、そしたら卒業してすぐだったんですけど、ドイツの先生に草津の音楽祭で出会って、でお前ドイツ来いって言っていただいて、で行きまして、うん、それでドイツ行ったらクラシックがジャズだったんですよ。ん、ね、ドイツに行って僕はお金がないんで、仕事をさせて くれるんだったら行きますって言ったのね先生に、ね、そしたら分かったって言って、いきなり来た仕事がブランデンブルク協奏曲のソリストっていう仕事だったんですけど、その仕事をやりながら、世界中から集まってきた音楽家と、なんかクリスマスの音楽祭みたいなところでブランデンやったんですけど、練習とか本番が全然違うんですよ。だからその場のノリでもうどんどん音楽がこう変わっていくっていうか、これはこれで素晴らしい面白いことだなと思って、そうですね、はい、でその先生と一緒にバッハの勉強というか、バッハの団体に入って世界中行っているうちに、まあ、ドイツでオーケストラにちょっと入って9年間ドイツにおりましたけどね、あで日本の NHK 交響楽団オーケストラに入って帰国したので、1990年かなに帰国しまして、それ以来だからつい、2019年のね、29年間 N響の首席奏者、オーボエ奏者をやってた。意外な名を。そうですか、まあ、なんか私から見ると、うん、まあ、N 響 のオーボエ奏者である茂木さんと、うん、その後指揮活動されてる茂木さんっていうのを2つが大きいので、はい、その前のことはかなり今そうですか、うん、まあだからその頃平林先輩みたいにひたすらピアノスコアリーディングをしですね、ニートさんとかみたいな天才的なソルフェージュとか超音とかそういう勉強をしていれば今こんなに苦しまなくてもよかったんですけど、ちょっと書くとバッハコレギウムっていう団体がありまして、ヘルムト・リリングっていう指揮者が率いている団体だったんですけど、この人の得意だったことは、その教会音楽を
解説してから演奏するっていう、コンサートの前半が解説になってまして、でカントアータとか受難曲とかミサとかそういうのを聴衆の前で、例えばソプラノだけ2小節とか、その合唱だけ1小節とか、管弦楽に隠れてるバイオリンソロのわずか3音とか を演奏それぞれさせながら説明していくんですよ。でもちろん歌詞の意味とかそういうのも、当時20世紀なんだけど、20世紀のドイツ人にとって今の日本人と同じように教科音楽はやっぱりかなり遠いものなんだ、説明してもらわないと分かんない、はい、で説明されるとものすごいびっくりするんですよ。なんだそんなことになってたのかって、これ単純に作曲、バッハの作曲技術とか能力とか込めてある工夫みたいなこともそうだし、それから歌詞のことも、ね、うん、もちろん向こうの人はほとんどの人はキリスト教徒だから、うん、聖書の意味とかはある程度も分かってるんだけど、それが音楽の中でどう反映してるかっていうようなことはやっぱり向こうの人も知らないんですよ。だから前にそれが面白いから行ってみたいですね。僕ももう後ろでやっててもこれは本当に面白いと思って、うん、で日本でやっぱりまだそのバッハコレギウムジャパンがなかったし、そういう活動をしてやっぱりバッハの音楽を少しでもみんなに楽しんでもらえることができたらっていうのは、ボーフリーやり始めて一番最初の理由ですね。あ、それから言ったら大声吹き一人としてそれをやってもあんまり機会がないっていうか作れないんですよ、コンサートは。だからまずやってみたかったことはまた受難曲を解説付きで振ることでしたね。アダメカンタビレは書店で手に取ったらあんまり面白いからファンレター出したら、僕の本全部読んでたそうで、その前に時々質問メールで来て、こういうんでやってますとか、なんか今後でちょっとここ分かんないことあるんですけどとかっていうのを本の後ろにサンキューとか書いてくださって、そしたら愛知県の春日井市っていうところで初めて、まだテレビも映画もなる前だったんですけど、のだめコンサートっていうのをやるように、スクリーン使っていろんな今漫画 の絵も出しますし、ネームも出すんだよね。でそのシーンでラフマニノフのピアノコンチェルトのこの辺でのだめが涙する、もうセリフはないんだけどそういうところを出すとか、千秋は見る日を見上げながら残念だもうすぐ終わってしまうなんていうのを見ると、まあ、振ってたって泣くよね。なんかお客さんみんな泣いてるわけだけど、そういうことをだから音楽を邪魔しないような投影みたいのをしていくんですけれども、その漫画と離れた曲の解説みたいなことも入れてる。だから例えば今吹いてる楽器はクラリネットがソロしてるんだよってことを、クラリネット何々さんって名前だけ出すんですよ。あ、例えばそうすると聴いてる人はなんか綺麗なメロディーになって、あ、そうかこれはクラリネットのソロなのかとかっていう気づきがあるじゃないですか。あ、なるほどね、うん、それは教科音楽の解説コンサートやってきたノウハウだよね。本当だ、うん、全国でやらせていただいて本当にありがたいなと思ってますけど。続きまして、はい、指揮者の道を志した時のですね、うん、周りの音楽家たちどういう反応だったかっていうのを教えてください。それこそ影響メンバーのと一緒にやってたんで、まあ、オーケストラやってて指揮をしたがる人っていうのは多いから、まあ別にそれは前やればって感じじゃないですか。でもやっぱり分かんないし、ボーガさん、まあついに耐えきれなくなって言いに来るような友達はいましたね。仲のいい人が逆に対して、そうそう、ちょっとあまりにもちょっと分かんないけどそれだけはやめてほしいんだけどみたいな、うん、そうやられたら本当怖くてもうどうしようもなくなるみたいな。だって何にもレッスンを受けてなかったから。そうですね、当時まだ40代とかですか。いやいや30何歳ですか。35歳とか。ああ、なるほど。原声のワルツ最初に振った時に振り始めの振り方が分かんないから、ワン・ツー・スリー・ワン・タラララララララってやってたら、コンサートマスターやってた M 響のセカンドの主席だった堀江さんって人が来て、大ちゃんって言った、あれだけはやめてくんねんかって。堀江さん、優しい堀江さん。そうそうそう、いや全然怒ったとかじゃないんだけど、それだけは勘弁してって言われて、それに類することはたくさんありました。吉田修さんとかに来て、ちょっとそのテンポやめようやとかっていうのがあったよ。ああ、なるほど。じゃあ、びっくりされたっていうよりは、やり方についていろいろ言われたみたいな。そうだね。うん、まあ、そうそう。まあ、あんまり、まあ、他人になることにあんまりとやかく言う団体じゃないしね。ありがとうございます。はい、じゃあ、次なんですけど、はい、クラシック以外の音楽もお聞きになりますか？お聞きになるっていうことで言うならばっていうか、クラシックはね、つまり聞かないです。つまり、エンジョイするためには聞かない。ちょっとモードが違うんですね。うん、やっぱり聞き始めちゃったらそれは勉強になっちゃうから、
まああえて言うと楽しみとして聴くのはベートーベンのピアノソナタとかピアノ曲、それからカルテットは聴きます。あるいは弦楽の五重奏曲とか、そういうのは楽しみで聴くことはあります、うん、というのはご自身が絶対に参加されない分野だから、うん、そうだね。まあそうだし、やっぱり作品としてやっぱりあまりにも素晴らしいからね、うん、で僕が聴くので一番好きなのはモダンジャズだね。モダンジャズ、はい、意外な風に思う。そうですか。思われる方は多いんじゃないかな、うん、ひたすらジャズ。ご趣味、はい、さっき隣の部屋見てもらいましたけど、はい、大変なものが、まあ、何せプラモデルですよね。何しろ自分で作られる、そう、作りもするし、そのプラモデル趣味の一番の僕の今 のテーマは箱絵のボックスアートって言うんですけど、うん、ボックスアートの巨匠の絵画のコレクション、うんうん、だから高根由先生とか上田喜八郎さんとか、今僕がものすごくこだわってるのは和田孝義先生、僕よりもお若い画家ですが素晴らしい描かれる方がいて、この間和田先生のアトリエ鎌倉行ってきたんですけど、その人の絵です。集中的に集めてますね。メーカーがリニューアルするたびに箱の絵描いたりするんだ。作ったものはね、昔は写真撮ってた、特撮でセット組んで。今ちょっと流行ってますよね。そうね、SNS ね。そうですね。ライトをどう当ててとか、なんかうまくやってる人がいるんですよね。そうそうそう、うん、すごいね。まあ、そうやって残せると、写真に撮ると SNS でも人にこうやってパッて見てもらえるじゃん、うん、プラモデル持ってってよろしくお願いしますっていうのはなかなか大変だったんでね。いい時代になりましたね。そうですね、そうです。あとやっぱりジャズが趣味で、昔はバンドをやってましたけど、そんなにうまく弾けるわけじゃないけど、ジャズピアノを弾くことが好きだったりとか、まあお料理昔してました。今はもう心臓の病気してから女房が減塩で作るものしか食べられないので、それはもう今全然してないんですけど、ね、落語ね、あとね、落語古典落語大好きですね。もちろん落語家さんがやるような感じで覚えて、所作もちゃんと勉強して演ずるっていうことではなくて、小話みたいに覚えてね、それをよくほら講習会みたいなのを打ち上げとか夜宴会やって、じゃあ茂木先生お願いしますとかって夕方来て、なんか小話2つ3つや余興余興がね、まあ、恥ずかしいですよ、大したことないよ本当に。でも、うん、なんかそれもなんというか、そののだめの音楽会とか、はい、その また柔軟コンサート、うん、はい、とかとちょっと似てるんですよね、うん、だからそうなんです。僕のやりたいコンサートっていうのはお話もあるようなことが多いですから、だからよく落語家さんがこう座ってようこそいらっしゃいましたって言って、最後まで気を確かにお付き合いをいただきたいと思いますっていう言い方があるんですけど、クラシックコンサートに行って僕はいつも出てって、ようこそいらっしゃいましたって言って最後まで気を確かにって言うんですけど、みんなそこでガッて笑ってくれて、こうご自分のネタにはもう使ってるって感じですか。そう、だからいろんな小話を覚えてって、まあそういうのちょっとこうコンサートでも喋るとかっていうのは便利よね。便利、いいですね。いいですよ、なかなか多趣味ですね。確かに、多趣味。あと絵画だから、美術、美術はもう本当に好き、こちらにも、ね、めちゃくちゃ好き。映ってるかわかんないんですけど、はい、14、5世紀ぐらいから のキリスト教絵画がやっぱり一番好きなんですけども、うん、あれば絶対見に行くし、あと仏像と、今日いわゆるお寺、はい、だもう暇さえあれば京都なら行ったらお寺行ってます。うーん、これはもう仏像がもうめちゃくちゃ好き。仏像はマニア、うん、詳しくないけどね、そんなに。でもやっぱり見て、本当にいいなと思うよね。仕事柄いろんなところ行かれると思うので、そのいろんなところで、はい、地方とかで、うん、もう一つの楽しみがあるっていうのはいいですね、うん、そうね。だからまずは模型屋を探す、とにかく行って、まず模型屋行くことね。それからまあお寺、仏像でいいものがある、何か持ってるってなればそこへ行って、うん、日本画好きですから、日本画一枚でも東博持ってるとかっていう話があれば、それは遠くてもタクシー飛ばしてでもとりあえずは見とこうっていう。おー、うん、すごい、はい、次はですね、うん、ご自身の性格について一言で、うん、一言ね、うざいんじゃないですか。あ、するとね、うん、指揮してるとすごい思いますよね。理屈っぽいし、わー、うん、いいとこでもありますけどね。いやー、どうですかね。ドイツで、まあ、バンサイのね、ドイツの講習会で指揮者っていうのはディリゲントって言うんですけど、ドイツ語でコンダクター。でその前の段階をカペルマイスターって言うんですよ、劇場指揮者って。それは全部整理してその細かいことをいちいち直すのをカペルマイスターって、1ランク下がるというわけで、君たちが目指すのはディリゲントだろ、指揮者になりたいんだろうと。ヒロミ先生は同じようなこと言いますよね。
箱庭指揮者になるので僕はよく言われる、ジオラマ作ってんじゃないって言われる、うん、箱庭じゃない音楽もっと大きく見ろと言うんだけどさ、はい、それよりもっと悪いのがいる。それでね、シュールマイスターっていう言葉、それはね、ハイドンにも交響曲であるんですけど、シュールマイスターっていう何番か忘れて55番だったから校長先生っていうんですけど、はい、要するに格式場って言って理屈っぽいんですよ。あで押し付ける知識を、うん、全部自分がもっと勉強してもっと動ければ説明しなくて済むようになると思うんですけど、ね、なるほど、うん、はい、僕の性格はそういうやつしつこい今だってそうだよ、長いよこの話が。いやもう動画としてはありがたい限りですけどね、うん、インタビュー大好きだからさ自分のこと話すあそうですかなんかインタビュー嫌だけど受けるよりはインタビュー好きだって言ってくださる方がもうめちゃめちゃ助かりますね。月に1組ぐらいインタビューお越しになるんですけど、あそうですか、大体話の予定が2倍か3倍ぐらいになってそれで彼らはすごい困る、いつも原稿に書くときにこれは多すぎるってなるほど、喋りすぎ、大丈夫です、原稿じゃなくて動画なので無理に大丈夫です、はい、ですね、はい